ちょっと2種類紹介したいんですけど、1個がこれいいのかな、 YouTube いいんじゃない、はい、この福島式本当の国語力っていう、はいはい、まあ普通に本屋さんで1500円くらいで買えるやつなんですけど、これなんか本当これ説明するのに語彙力ないってどういうことだよって感じなんだけど、基礎から国語力を身につけたいって思った時にこれが一番いいと思いました、やっていて。で、なんか中をざっと教えるというか見てもらうと、中見せた方がいいか、言い換える力とか比べる力、言い換える力だったらつまり何々、例えば何とかで、いろんな言い方があるんですよね。抽象化して説明する方法、はいはいはい、〇〇とは〇〇である、つまり〇〇である、うんうんうん、そういう例題を自分で解きながら、こうやって言い換えればいいんだっていうのを学んでいける。で、この一個一個のコースをやっていくと、まあ国語的にこうやって説明する、こうやって言うのがいいんだっていうのが分かる。で、割と薄いので、こんなのしかないので、まあ正直 2,3 日で終わります。小学生版なの？そう、本当に小学生版ベーシックなので、なんか大人がやっても、なんかこれ簡単すぎるんじゃないかって思うかもしれないですけど、正直これくらい簡単な方が身になるなって思います。やって本当に気づく。挫折しない。そう、まあすぐ終わります。はいはいはい。すぐ終わる割に、終わった後に、あ、こうしたらよかったんだっていう気づきは多い本でした。本というか問題集でした。なるほど。で、今こっち、さらに小学生版の、さらに、もうさっきのよりはもう一個上のやつもやっていて、これも同じかな、値段は。まあ、やってることも、まあ、ちょっと発展版なんですけど、さっきの言い換えるとか比べるの、さらにそれを高めるトレーニングをここでやる、そうですね。なので、まあ、これやって、これやってみたいなのがいいのかなって思いますね。国語力大事ですね。基本の規定か、あれだよね。フリーランスだとね、特にその、まあ、なんだろう、コミュニケーション、商談じゃないけど、いろいろ決め事とかもね、自分でやらないといけないもんね。なんかこう対人と話すとか、お仕事をするっていう時に、そのやっぱり言葉を読む、書く、伝える、話すっていう部分がすごく必要だし、大事になってくる。個人だからっていうのはもちろんあるかなと思っていて、そこをなんか今まですごく考えていなかったけど、今回のあの問題集とかをやっていて、あ、必要だなって思いましたね。おすすめです。おすすめですか。はい、なんか本当になんか本読んでて理解できないって一番もったいないじゃないですか。読解力ないと本も読めないし、文章を書く力ないと質問もできないですよ。なんかそこってやっぱ大事だなすごく思うので、はい、なんかもし困っ、なんかやること困ってるんだったら一回やってみてほしいですね。国語の勉強困ってた、とりあえず国語の勉強もやった方がいいと思います。なんか飽きたら国語みたいなふうに僕はやってます。なるほどなるほど。リフレッシュ、リフレッシュにもなるし ね。なるほど。おすすめです。あとは英語ですかね。ドキュメントが英語なので、そうだね、英語本当にもう頑張れ。感じで、じゃあ、あれですね、スイフトが旬ですね。僕は僕の中ではスイフトが旬。スイフトの現場とかも結構あるのかな。なんか聞いてる話だと、スイフトの開発者って割と需要があるっていう噂を聞いていて、それもエージェントさんとか
話なので、うん、もう割と信憑性があるのかが、うん、個人的には思っているけど、うん、そのなんだろう、あのそのウェブ開発、ウェブじゃないか、アプリ開発だと思うんだけど、市場的にもそのウェブ開発、例えばその Ruby とか Python とか、うん、そういう案件を比べると、そういうそのアプリ開発、ウェブとアプリだとアプリの方が市場って少ないの？ああ、その、うん、なんていうんだろう、ちょっとあまり個人的に、あまりそのちゃんとしたデータではないので、うん、個人的な意見として聞いて、個人的な僕が聞いている管理の方感で聞いてほしいんですけど、確かに市場というかお仕事はウェブとかの方が多いというふうに聞くんですけど、うん、アプリはアプリでやっぱり仕事があって、うん、ただそのアプリを作れるエンジニアはウェブと比べるとはるかに少ないと聞いていて、うん、なのでアプリで仕事ができるようになれば、うん、その仕事に困ることはないし、うん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 、人が少ない分その市場価値も高い。なるほどなるほど。ふになるとは言われてます。言われてます。聞いたことがあります。まあでもちょっといつの情報とか言われちゃうと、うんうん、聞いたことがあるだけですってなるだけなんですけど。やっぱじゃあできる人もやっぱ少ないからその、あの、なんていうの、うん、できる人も少ないけれども、まあ仕事は確実に。うん、だからやっぱその分囲い込まれていけないから、うん、単価とかちょっと高めだったりっていう話を聞きますね。ウェブと比べて、うん、もうウェブと比べてもいいのかなとは僕は思うんですけど、うん、その違うジャンルが違うかなと思うので、うん、まあでも、うん、勉強するっていう選択肢にスイフトを選ぶのは、うん、僕はなんかいいんじゃないかなって個人的に思ってますね。うん、なんかあるじゃないですか、今どの言語学んだらいいか論争みたいな、なんかあれもなんかツイッターとかでよく見るじゃないですか、うんうん、Java がいいよとか、うん、PHP がいいよみたいな、うんうん、あれってなんかみんないろいろ言ってるんですけど、正解ってないんじゃないかなと思っていて、うんうん、僕の中で正解はその誰かが言ってる言葉に対してすごく腑に落ちて納得できて、うん、なんだろう、それが正しいって思うことは確かに正解なのかなって思っていて、うん、そう思うたびにはいろんな人の情報を聞いて、うんうん、目の前に集めてなったものを並べて、はいはい、それを、まあ、食べるじゃないけど自分でこう考えた上で選んだ方がいいのかなって思っていて、うんうん、論争をすることはいいとは思うんですけど、うん、その情報を鵜呑みにするんではなくて、うん、自分の中で並べてみて比較してみて、うん、自分が一番納得いったものを突き進んでいけばいいのかな。それが僕は Swift と Ruby の2個だったので、はい、やってる感じですね。なんでもし悩んでる方がいたら、うん、いろんな人の意見を吸収して、うん、し比べてみて、うん、どれが一番じっくりくるかで決めていいのかな、うん、そうだね。まあその市場価値とかお金っていうので決めるっていうのも、それはその理由で腑に落ちてるからだからいいと思うか、うん、でもそれってその思考が止まってお金が稼げるからみたいな決め方ではなくて、あくまでいろんなものを見て情報した結果、でもこれがお金が稼げて一番いいものなんだって自分に腑に落ちたんならそれをしなくていいと。なんと言語どれ学んだらいいか論争に振り回されないで勉強したい、してほしいのかなって。なるほど。その偉い人の、偉いとかすごいエンジニアさんのツイートを見てると、うん、そういうことをおっしゃってる人がいるので、うんうん、なるほど。流されずに自分でね、自分を抱えましょう。そうですね、まとめるとね、そう、はい、まあそうですね、じゃあ終わりにしましょうかね。そうですね。はい、すいません、はい、長々と。じゃあ、そういうことで、以上ですね。はい、勉強頑張りましょう。はい、頑張りましょう。モモルさん、ありがとうございます。ありがとうございました。じゃあ、ご視聴ありがとうございました。
ございました。また見てください。バイバイ。